ウルトラソパークは3マイクロシステムズによって開発されテキサスインスツルメンツによって製造されたマイクロプロセッサであり1995年半ばに導入された。これは64ビットスパルク VQ 命令セットアーキテクチャを実装した3の最初のマイクロプロセッサだった。マーク・トレンブレーが共同マイクロアーキテクトだった。ウルトラソパークは 命令を順番に実行する4、異臭スーパースカラーマイクロプロセッサである。9段階の整数パイプラインがある。実行ユニットは、より高いクロック周波数を実現するために、スーパースパルクに比べて単純化された。単純化の例は、クロック周波数の制限を回避するために、スーパースパルクとは異なり、あるがカスケードされなかったことである。整数レジスタファイルには、 32個の64ビットエントリーがある。スパルクイサはウルトラソパークに8つあるレジスタウィンドウを使用するため実際のレジスタ数は144である。レジスタファイルには7つの読み取りポートと3つの書き込みポートがある。整数レジスタファイルは2つの三実論理演算ユニットとロードストアユニットにレジスタを提供しする。 二つのあるは、算術、論理、およびシフト命令の両方を実行できるが、乗算および除算命令を実行できるのは一つだけである。不動小数点ユニットは、五つの機能ユニットで構成されている。一つは、不動小数点の加算と減算。一つは、乗算。一つは、除算、平方根を実行する。二つのユニットは、ビジュアル命令セットで定義された。 シムド命令を実行するためのものである。不動小数点レジスタファイルには32個の64ビットレジスタが含まれている。5つの読み取りポートと3つの書き込みポートがある。ウルトラソパークにはプライマリとセカンダリの2つのレベルのキャッシュがある。2つのプライマリキャッシュがある。1つは命令用、もう1つはデータ用である。どちらも16キロバイトの容量がある。 ウルトラソパークには必須の外部セカンダリキャッシュが必要だった。キャッシュは統合されており、5 1 2イトから4メガバイトの容量があり、直接マップされる。1サイクルでデータを返すことができる。外部キャッシュは比率がサポートされていないため、マイクロプロセッサと同じ周波数でクロックされる、同期 SRAM で実装される。データバスを介してアクセスする。 ウルトラソパークには380万個のトランジスタが含まれていた。これはテキサスインスツルメンツの EPIC-3 プロセス、つまり4つのレベルの金属を使用した0.5マイクロメートルの CMOS プロセスで製造された。ウルトラソパークはテキサスインスツルメンツが0.5マイクロメートルプロセスにうまくスケーリングできず、パフォーマンスの向上がほとんどないと主張したため、 バイクモスプロセスで製造されなかった。このプロセスはテキサスインスツルメンツの MVP デジタルシグナルプロセッサで完成したが4つではなく3つのレベルの金属や0.55の機能サイズなどいくつかの機能が欠落していた。これはウルトラソパークの製造に使用される前のことでスーパースパルクで直面した製造上の問題を繰り返さないようにするためのものだった。 ウルトラソパークは521接点のプラスチックボールグリッドアレイにパッケージ化されている。ありがとうございます。